あのまずあの柴山雅彦君自由民主党の柴山雅彦でございます発言の機会はありがとうございます本審査会が定例的に開催されていることを生かして大半の会派がほぼ合意できた事項をまとめていくべきだと考えておりますその中でも優先順位が高いのは国民の関心が高く かかつ諸外外国から圧倒的に遅れている想定のの事態への備えでありますまず、議会の機能確保ということで、憲法で定められた国会議員の任期の特例については、大半の会派が今の発表にもあるとおり、方向性としてはほぼ合意ができていると感じます。早急にまとめに入るべきです。その内容については、新藤幹事、あるいは玉木幹事、 三木委員、北上委員などの発言に譲りたいと思いますが、私が一言ここで申し上げたいのは、司法の関与についてであります。国の存立自体である究極の限界事例において、民主的基盤がない裁判所がどこまで関わることが正当とされるのかということは、 よくよく慎重に考えなければいけないと考えておりますし、また、憲法裁判所を設けることにつきましては、国権の最高機関は国会であると定めた憲法41条との関係でも慎重に議論をする必要があると私は考えております。なお、解散後の緊急事態の発生の場合について、どのようにするかということも一つの論点になっていたかと思います。 これにつきましては、解散そのものを執行させることによって、議員任期が復活させるられるという考えが妥当だと考えますが、北上委員もおっしゃっていたように、任期満了直前の緊急、えごめんなさい、えーと、解散直後のですね、えーまあ、あの他国の例に倣って、えー、次の、えー、議会期が来るまでは、あの議員任期が継続すると。 というようにしている事例に習うということもまあ想定されるのかなというように考えております、まあ、いずれにいたしましても緊急事態条項については世界で設けている憲法が実に93.2%に上っております第2次世界大戦への反省から終戦直後はそのような国は6割弱でありましたけれども乱用への歯止めについての知見も広がっていて近年大きく伸びております 今年10月21日に、来日中のフィンランド憲法委員会一行が、党憲法審査会幹事たちと意見交換をいたしました。その際、同国がこれまで4回、憲法改正を行っており、3回目の2011年には、緊急事態時における基本権の保障に関する規定の見直しを行って、立法権の政令への委任、対象事態の拡大などについて規定したということを学びました。 まあちなみに意見交換の際、なぜ日本では憲法改正が行われないのかという素朴な質問が出されたことについても、復元をさせていただきたいと思います。そして、やはり必要性が高い項目といたしましては、1票の格差の問題であります。今年の参議院選挙についての高裁判決なんですけれども、憲法判断が割れています。え昨日出された広島高裁を含め、合憲判決が6件。 違違憲憲状態とするものが5件違憲とすすするるももののがが件件であります最高裁の判断がキンキン出ると予想されますけれども、その結論以下にかかわらず、公職選挙法を改正して人口偏在の後追いをこれからも続けるのか、それとも憲法において新しい考え方を示すのか。 この件について参議院での検討が進んでおりますけれども、憲法改正は両院での発議が必要でありますから、本院でもいずれ訴状に載せることがあの極めて重要かつ喫緊の課題だというように考えております。え最後に国民投票法の改正について申し上げたいと思います。え先ほど国民投票法の えー、議論の重要性についてお話がありましたけれども、まあ、今国会でも、進度筆と幹事から今後の国民投票法の議論の方向性については、投票環境整備についてのいわゆる3項目案の速やかな審査を求めるとともに、放送 CM については、広告の出し手である政党側の自主的取り組みと、広報協議会による賛否平等の広報活動について具体的に詰めていく、またネット CM その他のネット情報と国民投票の問題についても、ネット事業者などの意見を聞きながら議論するとの具体的な発言があったところでございます。そもそも憲法審査会は国会法102条の6によりまして、日本国憲法に関する調査・改正原案の審査と、国民投票に関する法律案の審査の2つが大きな所称と明記をされております。もちろん、いずれも重要なテーマでありまして、 そのの議論の方法については漢字懇談会で整理すするべきだと考えますただし、これまで述べてきた憲法本体の議論の成熟度や緊急性に鑑みれば、憲法本体の議論と国民投票法の議論の双方を、同時並行的に進めていく必要があると表明して、私の意見とさせていただきます次に矢田め君。